6ですか、水曜日かね。一件今日はヌーブルスでした。さてと何本あるのかな、まあ、とりあえずなんかそんなになんかね多くないという熟成系とかいろいろとヌーベルさんのおすすめとかなんかいつものヌーベルさんとまだ違ったそういうスタイルの進化らしいので面白いね。そうだね、楽しみに行ってみましょう。もし掘り出し物があるかもしれない。行きます。フランスシャンパーニュですね、うん、アール・ルノーダンさんですね、2008年お値段が8100円です、シャルドネ 100% のブランドブランドです、ワイン名がブリュット・レスピエグル・ミレジム、はい、おお2008年か、もう10年、12年経ってる。それでね、今回はバックヴィンテージ、そういう和食に合うやろっていう風にね、出していらっしゃるのでね、熟したリンゴのようなね、ほんと蜜の部分の香りがすごいします、うん、あ、美味しいです本当にリンゴかじってるみたいな、すりおろしリンゴ感、おいしかったね、うん、ありがとうございます。はい、8200円で5000円、ダメです。じゃあ次はちょっとブルゴーニュ白を味わいましょう、はい、フランスブルゴーニュですね。作り手がバロレ・ペルノさん、サンロマン・スール・シャトー・ブラン2017年のお値段が5300円です。うん、うまい。香りからちょっとオイスラスさん、めっちゃうまいちょっとスモーキーな香りが、もう香り変えた瞬間にあ、これうまいワインだなってすぐにわかる、うん、綺麗だね、うん、もう澄み渡ってるね、これは。でコクもあって酸もあって、うん、これはもうすごいですね、ミネラル感がキュッと伝わる。5300円でサンロマンの3名クラスで飲めるっていうことがすごくいいと思うし、サンロマンあんまりこう気にならないかもしれないんですけどね、飲んだらすごい美味しい、ぜひちょっとね、おすすめですか、ね、最近のブルゴーニュブランドとかでも、ね、やっぱり、ね、いいものだったら4500円とかしちゃうから ね、 そ う、 ですね。そう考えたら存命で5300円でこれがゲットできるのはすごくいいと思います、はい、間違いない。ピンポイントが5 2、ちょっとあげますか、ダメですか、あげましょうかね5.2 でいきましょう。ありがとうございます、はい、おい、お疲れ様でございました。ヌーベさんね、ヴィンテージが結構面白かった。他にも面白いのがいろいろあったんですけども、でも今回のでもね、あの MVP は圧倒的にあのサンロマンだと僕は思いましたね。まあね、すごいですね、これ美味しいですね、なんでうめって思いながら何度もちょっとテイスティングしても、これはぜひね、いろんなあのお店さん採用してもらえればいいんじゃないかなと。まあ、本当美味しいですよ。結構ソムリエの中でもサンロマンカーの中でもコスパで言えばナンバーワンぐらいのレベルで、はい、嘘とかで探してあの値段であのコスパとかないですよ、ね、ない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 、おすごいなっていう風に思った、そんなワインでございました、はい、うん、いやぜひね、ぜひね、そう買っていただければなという風に思います、はい、明日がちょっと大変、ああまあカリフォルニアのでかいやつが一発、はい、ありますね。200本からそんくらいあるんじゃないのかなと思いますけども、私1回もちょっと人数というか少ない気がしたんで、そうだね、そんなに、はい、なんかやっぱりねコロナの影響なんでしょうね、やっぱり確かに街に人も少ないような気がする、まあ、ね、なんかやっぱりね、まあ、試飲会も少なくなったしちょっと困りますね、冬が訪れてしまいました。いやで寒くなった、うん、
はい、ぜひね皆さんね、あの手洗いうがいのほどよろしくお願いします。でね、正直ですけどね、私思うにね、コロナよりもね、コロナね、今ねあまり皆さんね騒ぎすぎ、全然コロナでそんな、まあ一応ね警戒することにね越したことはないんですけどね、なんでコロナでそこまで行ってるのかが全然わからない。なぜかというとですね、日本ではですね去年とか3000人とかですね、あと ほぼ平均毎年1万人人を殺すね、インフルエンザっていうのがですねあるわけでございますよ。インフルエンザに比べてコロナは全然まだマシなんですよね。だからね、こうなんでねコロナがね今ねこうねワー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 言われてるかってご存知ですか。やっぱイベントとか違うんだな。まあ中国とかでさ、コロナで死んだ人間が多いというふうに言われて、つまり致死性が高いって言われたんですよ。でもね、今日蓋を開けてみると違うんじゃないかと。もうなんかもう重篤患者ばっかりこうもう病院に入れて、でそれで死んでいったから、おこれほとんど死ぬんじゃねえかって言ってたけど、実は外で皆さん元気にこうまた治ってる人たちがいたりとかするから、実は致死性そんな高くねえなというのが今いろいろと言われているところで、まあ、もちろん亡くなる方もいらっしゃいますよ。やっぱりねお年寄りだって子供にはかなり危険なものでございますので。でもね、同じぐらいインフルエンザも普通に危険なんですよね。それが毎年ある日本なんで、まあ、日本の場合にもうそれが慣れてしまっているっていう状況でございます。コロナもそのうち慣れ、あんまり慣れたくないね。あのね、皆さん、いつも日常的にちゃんと手洗いうがいをやっていきましょう。私たちちゃんとやっておりますし、いつもマスクを持ち歩いてます。はい、体が資本だからね。深海になってますね。はい、ということで今日はこれで終わりでございます。じゃあ、ありがとうございます。